本日はですね、静岡県に向かっております。おそらくこの動画が YouTube でアップされるのが2021年になっていると思いますけれども、現在は12月ですね。もう取りだめで、行っております。いつ頃行ったんだっけな、2ヶ月前ぐらいに行ったガーラントコート宇佐美さんというね、コスパ最強のお宿があるので、前回がね祝日に行ったので、今回は平日に伺ってみようかなと思っております。天気がすごく良くて気持ちいいドライブですよ、これはね。そして非常に楽しみにしております。ではこのまんま静岡県までドライブデイ。見てこの夕焼けと、この由比ヶ浜かな、由比ヶ浜でしたっけ、いつもねここね分かんなくなっちゃうんですけど、たくさんの人が歩いてますよ。あー気持ちいいドライブ、わーいいね、みんな楽しんでるね。見えますか、富士山。おそらくこの動画上だと小さく見えてると思うんですけど、こんなにくっきりはっきりね富士山見えたことないですよ。江ノ島と富士山が見えて今日はいいことあるだろうな。これー熱海に着きました。しばらく熱海のこのね町近辺に泊まってないですね。あとここから約40分ドライブです。遠い。相変わらずの山道ですね。真っ暗、ハイビームにした方がいいねこれね。真っ暗です。もう少しで着きます。着きました。何組か泊まってらっしゃいますね。さすが人気宿ですわ。チェックインしてお部屋に入ります。はい、チェックインしました。今回のお部屋がめちゃめちゃ広いという、こんな感じで、奥に2部屋あるのかな、ありますね。こちらとこちらありますね。これは広い、やばい。では早速、お腹が空いたので晩飯の準備をさせていただきます。今回もですね、途中で買ったセブンイレブンで購入させていただきました。すみれのチャーハンと鍋焼きうどん、茶碗蒸し、エビのチリソースで、新たに餃子にチャレンジしようかなと思っております。いつもね買うもんが一緒なんでね、しょうがないですね。美味しいものはね変えられないです。はい、できました。まだお酒は飲まないんで、この後温泉に入るんで、これを食べてからゆっくりして温泉入ってからお酒を飲みます。いただきます。うどん、やはり美味しいですわこれ。今日はこれが一番美味しいかな。他も美味しかったですけどね、うどんが一番美味しいわ。今ご飯を食べつつですね、ふと気になったんですけど、この窓不思議ですよね。このすりガラスの向こう側は和室なんですけど、もともと何かあったのかな、事務所とかだったのかな、何なんですかね。なんで部屋の中にすりガラスが、なぜだ、まさか。ごちそうさまでした。あっという間に食べてしまいましたよ。そしてですね、クリスマスも近いということで、こちらもセブンでケーキを買いました。いただきます。これすごい美味しいんですけど、
ケーキ屋さんに売ってるレベルで美味しいよ。なんとですね、ご飯食べた後に3時間くらい寝ちゃいました。そしてこちらがですね、新たに旅のお供として購入した小さな加湿器です。冬場はね、乾燥して朝喉がねイガイガするんで、この子を連れて朝はね快適な朝を迎えたいと思います。温泉入ってこようかな今からね。さあ温泉は空いてますかね。行ってきます。温泉空いてました。では入ります。楽しみだ、この寒空の下絶対気持ちいい。温泉気持ちよかったです。では風呂上がりにビールを軽くいただいて、寝ます。おやすみなさい。赤からのもつ煮ですね、買っておいてよかった。美味しいわこれ。現在朝7時半でございます。タイマーもかけすぐ起きちゃいましたね。そのまま風強いな。じゃあまずね、冷えた体を温泉で温めてきますよ。楽しみですね、朝風呂もね。さあ空いてるでしょうか。さすがに空いてると思うんですよ、この時間帯は。空いてた。では入ります。楽しみです。寒いよ。温泉入ってきました。のぼせましたね、長湯しちゃいました。気持ちよかった。そしてですね、今気づいたんですけど、なんとピザーラで出前を取ることができるんですね。次回来た時絶対ピザーラ頼もう。では朝食のいつものやつですね、いただきます。こちらを食べて出発ですね。ではチェックアウトしまーす。あっという間の時間だった。はい、チェックアウトしました。いやー本当にいいお宿さんでしたね。また前泊というか夜遅い時間帯とかに、静岡に到着した時に絶対に利用させていただきます。そしてピザをね注文をしたいと思います。この後ですわね、この後は修善寺の方に行きまして、以前宿泊させていただいた桂川さんというね大型の、こちらもねすごくコスパのいいホテルに宿泊しようと思います。そちらはまた動画を分けて、お送りさせていただきますので、よかったらそちらの動画を概要欄 URL からご覧いただけたら嬉しいです。では後編でお会いしましょう。バイバーイ。いい部屋ですよ、これ見てくださいよ、広い。景色はね、山側なんですけどね。桂川さん、ほんと神ですわ。もう今日は温泉は今から入る。